おはようございます。今日は何の仕事ですか？今日はこの後のニューヨークさんのライブがありま、あるんですけど、もうちょっとゲストで出させていただくことになってまして、はい。昨日の何時入りですか？1時半ですね。1時半？はい。ちょっとすでに過ぎちゃってる感じです。まあこのぐらいは緩い感じです。大丈夫ですか？吉本全体的にこんな感じです。それは。遅刻はさも当然という態度、困るのはいつも劇場スタッフ。リハの時にいつも呼びに行くんですけど、もぐらさんがなかなかいつもいなくて、スタッフの道具とかが置いてあるところになんか近づいてったら、すごいでっかい響きの音が聞こえて、自分で楽屋にある畳をわざわざ引いてしっかり寝てて。いびきやっぱ大きいですね。いびき書いてました？めちゃめちゃ書いてました。恥ずかしいです。テレビ局の楽屋でも、めっちゃ聞こえるんですけど、普通に挨拶しようと思ったけど、やば、横入れないかも。そんなモグラはお金にもルーズで、なんか昔大喜利を携帯で答えるみたいな、若手がもう全員集められて客席に座ってこう大喜利を携帯で参加するみたいな時に、あいつだけ携帯代払ってなくて携帯使えへんからっつって答えられへんかった時あったよな。高円寺の本当に一番くらいのボロアパートで家賃1万8000円くらいだったんですよ。1万8000円を半年くらい滞納して、でもうすごい優しい大家さんだったんですけど、さすがに怒った。なるほどね。いい加減大家さんに悪いからっつって、先輩芸人とかが1万7000円払ってもう返してこいって言ったの、うん、もぐらその1万7000円メダルゲームでメダル買ったから1万7000円分だよ。こちらがもぐらが住んでいたアパート。当時の大家さんに話を聞くと、とにかくだらしない。家賃はだからもうそれこそ半年以上払ってないことあって、それが何回続いたのかしらね。え、家賃払ってって言ったら、明日払いますからとか言って逃げるいつもここまでひどいのかなっていう感じ。次々と明らかになるモグラのクズっぷり。しかし取材を進めると、空気階段の新たな一面を知ることになる。空気階段担当して1年ちょっとぐらい経つんですけど、モグラさんよりかたまりさんの方がクズな部分も多いと思います。モグラ以上にヤバいですからね、かたまりの方がむちゃくちゃ。意外とモグラって常識的な部分、うん、多いんですけど、変な分はいっぱいあるかもしれないですね、うん、塊の方が。お寿司屋さんのバイトとかもしてて、もう話がなかったですね。ちょっと使い物にならないというか、なんかモグラが借金600万あるとかっていうの話題ですけど、塊の仕送り全部あったら2000万ぐらいある。だってあんなバイトもできないやつ仕送りなかったら死んでますよ、だって。塊は女癖が悪いんです。その女性と完全に打ち解けてない状態でも盛り上がっちゃって自分の中で結婚しちゃうっていう、いわゆるその離婚するために結婚してるんですね彼は。俺やっぱ1年持たないやつってクズだから。大隅健也とかでも1年持ってるから。かたまりくんはですね、すごい切れやすくて、一回ラジオの本番中に切れちゃったことがあって、